ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。人生論を読みすぎて、たった一人の祖母をハサミで殺して埋めた。目撃していたのは、アパートの階段口の薄暗い電球だけであった。私の青春の前途は、これで全く明るいというのに。電球はいつでも薄暗すぎるというわけで。ソケットから電球を外して、台所口のゴミ箱の下に埋めてしまった。それで事件はすべて解決した。私は大学の研究室で毎日せっせと動物園の老人たちに関する論文を書いている。しかしところがである。私の眠った後の闇の中でこんな寂しい童謡が聞こえてくるのだ。電球さん、電球さん、あなたは土の中でも灯るの、電球さん。私は町で、会社で、工場で高校と灯る電球を見るたびに、その庭の途中に腐乱した老人の死体が埋められているのを思い浮かべないわけにはいかなくなった。電気スタンドは老いた童貞男で、シャンデリアは100人の子を産んだ老婆。コンクリートに叩き壊されたのは無政府主義老人の頭蓋で、沼に浮かんだ切れた100ワット電球は泳ぎ疲れた老セールスマン。変電所がスイッチを入れるたび途中では万の老死人が目を覚まし、電線から電線へとねじれ合って惨劇の忍び笑いが走り回る。電球さん、電球さん、誰があなたを殺したの、電球さん。私は深夜スタンドのスイッチを切るとき、途中の冥府を思い出す。この相対は、変わる変わるで死にあって、これからずっと続くのだ。私は多分、来年あたり、電球屋の娘と結婚して、それから子を産み、子を育て、次第に電球的思考に偏り、電球への変身を始めるだろう。だからといって、寂しい歌はもうよそう。私が死ねば、どこかがきっと明るくなる。私は時々立ち止まり、数年後の、途中から地上に漏れている明かりを探してみる。電球さん、電球さん、誰も一人も見てないから、そっと私を灯しておくれ。祖母さん殺した私の顔を、出世を遂げた私の顔を、灯しておくれ、電球さん。寺山修司、毒薬物語より、電球論、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。電球に暗喩されるものとの関係性と、人生の鬱屈を歌ったものでございますね。自身の内なる光を打ち消すかのように、頭上で、暗い光を放つ電球。自分の上に覆いかぶさり、制限する暗幕のような存在として祖母を扱っております。その祖母を殺して埋めて、これで制限するものはなくなったはずであったけれども、暗幕を取り払った先には、果てしのない闇が広がっている。埋めたはずの土の中の電球は、頭上の闇を濃くするかのように、土の中から明るい光を放ち、また、自らの内なる光を阻害する。頭上の闇に、足元からの光に負けないように、光を放ち続けるうちに、フィラメントは燃え落ち、弱り、光はゆっくりと暗くなってゆく。そして、いつしか、自分自身も、暗い光を放つ電球となって、新しい光を阻害し、制限していくこととなる。若い電球、いわば可能性にとっては、邪魔者になっていくという。
人生における役割転換の悲しみを表現しているように思えますね。親子関係の移り変わり、それに伴う感傷を歌った詩のように感じた次第でございます。はてさて、電球というのもだいぶ見なくなってきたものでございますね。現在におきましては蛍光灯の時代を通り越し、 LED ライトが主流となりました。それこそ昔の白熱電球というものを見たこともないという子供さんもいらっしゃる時代でございますね。昔の表現ではありますが、わびしい照明として裸電球という言葉があり、いわば貧しい生活の象徴のような扱われ方をしたものでございます。指標というか、わびしさの表現というのは時代によって移り変わっていくものではございますが、現代においてわびしさの表現というとどういったものになるのでしょうね。5年もののスマホとかになるのでしょうか。なかなかしっくりとくる表現は見つからないものでございますね。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴ノ葉葵でした。琴ノ葉湖書道。